皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。神奈川県厚木市、厚木市は物価高騰への経済対策として15,000円以上のお買い物で1人当たり3,000円をキャッシュバックする事業を12月から始めると発表しました。この事業は厚木市民が対象で、11月29日から来年1月20日までに市内の店舗で買い物をしたレシートを15,000円以上集めて申請をすると、後日3000円が指定された口座にキャッシュバックされます。申請は1人1回のみで、先着115,000人までとなっていて、同居する家族の分をまとめて申請することも可能だということです。法律などで値引きができないタバコや医療費のほか、プリペイドカードや商品券、公共料金などは対象外となっています。厚木市の市長は8日の記者会見で、子どもの分野やファミリーの分野などいろいろな使い方をしてもらいながら、少しでも生活の一助になればと述べていました。こちらは地方の給付金ではないですが、セブンイレブンジャパンがポイント還元事業を公開しました。セブンイレブンジャパンは1日、ポイント還元を15日から強化すると発表しました。スマートフォンを使ったタッチ決済の還元率を実質 7.5% から 10% に引き上げます。セブンのアプリと三井住友ファイナンシャルグループの V ポイントを紐付けることなどが条件です。物価高騰が続く中、コンビニ大手はお得感を強調する取り組みを相次いで打ち出しています。三井住友カードのスマホタッチ決済で付与する V ポイントを現行の 7% から 9.5% に引き上げます。会計時にセブンのアプリを提示するとポイントセブンマイルが 0.5% 貯まるため、合計で最大 10% となります。またローソンは資本業務提携する KDDI の有料サービスに登録をすれば、還元率を 2% に引き上げる制度を2日から開始するとのことでした。北海道桶戸町、10万円給付、住民税非課税世帯等支援給付金事業ということで掲載がありました。エネルギー、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して1世帯あたり10万円を支給いたします。対象と見込まれる方へは、決定通知書、申請書を10月3日から順次発送しています。対象となる世帯は、令和6年6月3日の時点で桶戸町に住民登録がある、そして世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯の方が対象となっています。支給対象外となる世帯はこちら。対象となる条件に合致していても以下の場合は支給対象外となりますということですので、ご注意ください。令和6年度住民税が課税されている方の地方税法上の扶養親族等だけで構成される世帯、他市町村で低所得世帯向けの7万円または10万円の給付金を受け取った場合など、対象外の要件もありますので、こちらは必ず確認をしましょう。受給手続きについては、支給決定通知書が届いた方は内容を確認していただき、修正等がなければ手続き不要で受給できます。10月18日までに提出をお願いしますということです。支給予定日は10月31日から順次振込予定で、支給方法は口座振込となっています。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リッチャーはグミは好きですか？ご質問ありがとうございました。グミは好きですよ。柔らかいグミも好きだし、硬いグミも大好きです。その時の気分によっていろんなグミを買い分けてるかもしれないです。柔らかいグミだったら果汁グミ一択ですね。で、特にですね、ぶどうがお気に入りです。硬いグミだとハリボーのハッピーコーラとかが好きですね。あと砂糖が周りについたような硬いグミも大好きです。そして最近はね、たくさんいろいろなグミの種類も出てますので、
新しいものを見て美味しそうと思ったら買っている感じです。皆さんはグミは好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。